いやそれにしてもすごかった。お前が一人で53ポイントあげたんだからな。おかげで俺たちはビール8ダースの儲け。あん時だろ、堀琴と組み合してお前が豚箱入ったら俺なんか全身打撲だもんな。もう10年か。ちくしょう、早いよな、まったく。一昔か。フライはガッチガチの銀行員、ワクサーはパサディナでクリーニング屋、この俺は女房の店の雇われマスター、そしてノエラ、お前に至ってはこの低たらく。これでも今週はロスで仕事よ。マットのやつはニューヨークへ行ったきり音沙汰なし、ジャックは空軍で各地を転々。何やってんのかなあいつら。年食っちまったな、リロイ。お前と違って子持ちだからな。サンディエゴ最高のバスケチームに、そして我らが輝かしき時代に乾杯。みんな随分変わっちまったろうな。俺も酒には強くなったぜ。どうしたノエラ。いや、でけえ音が。飲みすぎじゃねえのか。かもな。事故る分にはいいけど、ヒル様だけにはぶつけんなよ。はいよ。相当酔っちまってるな。緊張か。ねえ、聞こえてんの？ロスまで100マイルってとこ。 Thank you。 激突じゃあるまいし。バカ野郎、危ないだろ。どうなってんだよ。
じゃないぜ。トーマスたち逃げてますよね。逃げてなきゃ粉々になってるだけさ。そんなさ、基地へ急ぐんだ。ったくどうなっちまってるんだ。お前さっきのなんだか知ってんのか。知ってるわけないでしょ。バイクはぶっ壊されるし、たか頭にきちゃう。うん、大満足。あ、これじゃあバイク代にもなんないだろうな。ん、たくろくなもん積んでないんだもん、あのトレーラー。トレーラーって。うん、ダメだ。まさかあのどさくさに紛れて。どういう根性してんだ。こういうのはな、警察に任せとくんだよ。警察？冗談でしょ。一歩間違えば死んでるとこだぞ。うん、返してよ。ダメだ。私の、もういい。ダメ。ねえ、見たでしょ。うん、たった今見えたでしょ。まさかな、今朝まで酒飲んでたしな。ねえねえ、みんな今見たでしょ、岩山や砂漠を。これだわ。ねえ、どこ。これデスバレー。デスバレー、アメリカンドリーム。ん？アメリカンドリーム。あ？デスバレー行ってみよう。え？デスバレー、これ持ってこ。あ？これはきっとものすごい価値のあるものだわ。さてと、仕事行くかな。うん。お。ビールもう一つお願い。あのな。よく考えてよ。あの2台のトレーラー、あのダッチ、それにあの大砲。バズーカっての。そう、それといい、これはただごとじゃないわ。だから警察に任せろって。もう単純なんだから。あのな、マフィアの一味かスパイの攻防か、大の大人がこれを決死の覚悟で奪い合ってるんだわ。ひょっとしてこれを手にした者は世界を手にするとか。へえ、ラドラムは嫌いじゃないけどよ、現実はそんなに甘かないの。あなたはちゃんと見えたんでしょ、あの景色が。ふう、なんせ二日酔いだからよ。絶対にあの場所に行くべきだわ。あなた見てないの、ミチとの遭遇。これだ、ラドラムの次はスピルバーグと来た。世も末だね。ミチとの遭遇よ。そうだわ、やっぱり UFO だったんだ。私ね、今朝 UFO 見たんだ。はあ？これは UFO のものに違いないわ。きっと私たちに訴えているのよ、デスバレー行けって。ね、デスバレー行こう。俺はこれから仕事。あなたじゃなくても済むんでしょ、その仕事。大した仕事じゃなくてもここの払いぐらいできるって。ビールも。
カイン大佐、申し訳ありませんでした。2号車粉々に爆破したのだろうな。あ、ただご連絡しましたように近くに民間人がおりました。その件は早急に調査させておる。しかしよりによって、警察に任せりゃよかったんだよ。警察なんて大嫌いだもん。俺だって好きじゃないけどよ。あ、この件は他言無用だ。いいな。はっ。死にそうですよ。朝早くからずっと働き詰めですからね。大佐にまともに付き合ってたら命がいくつあっても足りんさ。はあ、なんでこんなことになっちまったんだろう。大佐にとっちゃ俺たちは赤子も同然。仮眠したら町へ繰り出すか。ラジャー、軍曹は大佐と違って話がわかりますね。ねえ、言った通りでしょ。やっぱりこれは UFO の贈り物なのよ。絶対デスバレーに行かなきゃ。次の町までだ。え？次の町でお別れだ。え？なんでなの？こんなチャンスめったにないよ。あなただってこれがただのボールじゃないことくらい分かってるんでしょ。デスバレーだって見えたんでしょ。そんなわけもわからんもんのために死にたくないんでね。でもちゃんと生きてる。でしょ。それにさっき楽しそうだった。こういうの面白いと思わない？はい。あ、ねえ、面白いでしょ。やば、会社に電話入れなきゃ。たくお前のおかげでえらい目にあったよ。つまんないやつ。明日から来なくていいってよ。ついてね。
だからあなたじゃなくても済む仕事だって言ったでしょ。さあさあ降りた降りた。ねえこんなチャンスもうないよ。ああ仕事はクビになるしな。冗談じゃないぜ。カイン大佐、すべて手当ては終了しました。警察は？は、トレーラーの爆発の件が手こずりましたが、金でなんとか。あ？で、捕らえた男は？あ、ダッジの男たちは何も喋りませんが、やはりクレムリンかと。はい、奴らも今朝の墜落を察知していたということか。それと警察の話ですと、ダッジが追っていたのは若い男と女のようです。ああ、その二人が持って逃げたというわけか。で、そいつらは？ああ、ただいまヘリで捜索しておりますが、何分にも秘密裏にとのことなので。弁解は後にしろ。一刻も早くそいつらを捕らえるんだ。ったく世話焼かせやがって。はい。俺たちを探してるやつがいた。マーシャって呼んで。こいつはフミャ。ノエラ、言っとくけどまだデスバレーへ行くって決めたわけじゃないからな。やけに事故が多いんじゃないかい。まずフリーウェイナンバーファイブでトレーラーが海岸に横転して炎上したってんだ。警察の調べじゃ居眠り運転だそうだ。ドライバーのみんな気を入れて運転しようぜ。それからオレンジカウンティで1台のコンバーチブルが暴走してパトカーとカーチェイスしたってんだ。でも安心してくれ、このクレイジーはたった今逮捕されたってことだ。ほんじゃ次の曲。どう？相当無理させたからな。うん、ま、寿命ってとこだな。さ、行こう。ああ待って。ん？思い出？ああ、ローンが残ってた。ムードのないやつ。Thank you.
れたけどな。フミヤ、お前もよく頑張ったぞ。ミャオ。やっぱりこれを狙ってるんだわ。あいつらクレムリンの手先なんでしょ。あの軍人の話が本当なのか。まだそんなこと言ってる。あいつらがこれを狙ってるのは事実なのよ。信じたくても信じられるかよ。俺たちがソ連や合衆国から追われてるなんて、それもヘンテコなボールのためによ。うん、最高の気持ち。ああ、やっぱりカリフォルニアに来てよかった。最高の贈り物。イエーイ。しかしよく俺だって分かったな。7、8年ぶりだろう。あんな下手くそな踊り見たのはハイスクール以来だからな。お前の口の悪いのもちっとも変わってないな。ジャック・バーロー君、君の尊敬する人物は。はい、ジョン・ F ・ケネディです。その理由は。はい、アメリカ国民に希望を与えました。ノエラ君、君の尊敬する人物は。はい、パン屋のジョンソンさんです。その理由は。腹ペコの時、いつもクッキーをくれます。あん時はお前のことアホかと思ったけどな。マーシャ、こいつはなクラス一の秀才だったんだぞ。本当なら東部の大学へ行ってるとこだが、空軍なんぞに入っちまってよ。お前ならもう随分出世したろ。今はどこに。いろんなところを転々と。ノエラ、お前こそどうしてるんだ。これが様になんねんだよ。ついさっき失業したばっか。この子のおかげでね。いいじゃない、大した仕事じゃなかったんでしょ。これだもん。どこでこましたの、こんな若い子。そういう色っぽいんじゃないの。照れることはないだろ。お前がハイスクール時代泣かした女の子は数知れず。あのな、あの頃は良かったよな。みんな好きなことだけやってた。バスケット、サーフィン、ドラッグレース、それから土曜の夜のどんちゃん騒ぎ。今日は最高の日だ。こんなとこで懐かしきチームメイトに会うなんて。神もまだ捨てたもんじゃないよな。さあもう一回乾杯しよう。グーソすまんのよな。もうタイへ戻る時間だし。今度は町へ寄ってくれ、ジャック。ああ、リロイがカフェ出してんだよ。店の名は。ああ、カフェボーダーラインだ。部屋二つで一晩。一つでいい。え、失業中でしょ。ねえ、どうすんですか。ああ、よく寝た。ノエラの背中って気持ちいいんだ。俺はクタクタ。ねえノエラ。ああ、私と寝たい。いいのよ、照れなくても。俺はロリコンじゃねえの。無理しなくてもいいのに。ほっといてくれよ。かわいい。たく、今の若いやつバカ。米軍
クレムリン、トレーラーの爆発、今朝の墜落、UFO を見たか。ああ、気持ちいい。な。さあ、明日はデスバレー一直線。俺はまだデスバレー行くって決めてないの。大体俺たちはよ、このヘンテコなボールが何なのかちっとも分かんないんだぜ。あ？ったく羨ましいよな。さてと、さっぱりするか。ねえ軍曹、本当にあるんでしょうかね、スペースマインドなんて。さあな。ただ大佐は宇宙司令部の創設者の一人だからな。もっとも今は冷や飯を食わされてるな。もしあれがスペースマインドだとしても、大佐はどうするつもりなんでしょうか。わからん。すべて大佐の胸の内さ。俺たちはただ命令に従うだけ。みんなカインに痛いところをつかまれてるんだからな。もし、もしですよ、このことが大隊長に知れたら。そんなこと考えたって今さら始まらん。こいつはディスバレーだろうがグランドキャニオンだろうがサハラ砂漠だろうが、ガソリンのある限り走り続けました。それでいてたったの1200ドルぷっきり。もちろん頭金なしの24回払い。今買わなきゃ朝もないよ。ああ分かった分かった、1200ドルの24回払いね。荷台はサビだらけよ。ああ、これでまず100ドルマイナス。タイヤもすり減ってるわ。さらにマイナス100ドル。あのね、お嬢さん、いくらなんでもそれじゃ商売上がったりでさ。うん、バネもヘタヘタ。これもマイナス100ドル。まだ他にもたくさんあるけど、まあおまけして900ドルってとこね。そりゃあんまりでさ。Thank you! メキシコ万歳。冗談じゃないよ。悪いのダメ、クラシックだ。ねえじいさん、デスバレーまではどのくらい？鳥なら3、4時間じゃ。あのね、車でも3、4時間じゃって。どうして石の谷なんぞい？アメリカンドリーム。私たちはデスバレー行って大きな夢をつかむの。今は太陽の光を駆け上り、親鳥は日の光でんねん。ヘリで捜索してか。そのリンカーンの男ってこの基地の将校じゃないの？可能性はあるな。それにここには NASA もある。えぇ、NASA が？本当に？ということはやっぱり昨日のは隕石じゃなくて UFO！
考えられないことはないな。わあ、本物の未知との遭遇なんだ。そのキーはデスバレーってことか。あ、やべ、あいつだ。あいつって将校だよ、リンカーンの。こいつらに間違いない。止まれ、止まらんと撃つぞ。冗談でしょ。車は急に止まれないっての知らないの。そういうこと。命令だ、止まるんだ。止まらんと撃ち殺すぞ。さあ、話してもらおうか。なぜ俺たちを追ってるのか。聞くまでもないだろう。お前たちがトレーラーから持ち出したことは調査済みだ。我々から逃げ切れるわけがない。ここでおとなしく渡してもらおう。あのね、立場が違うでしょ。お前に人が殺せるかな。どうだ、1万ドルで買い取ってやろう。1万ドルってわけだ。貴様らがスペースマインドを持っていて何の役に立つ。スペースマインド、スペースマインド、スペースマインドって本当に知らんのか。何も知らん奴が持って逃げていたとは。それをどうしようというんだ。マーサー、オッケー。デスバレーまでどのくらい。そろそろだ。方向さえ違ってなきゃな。
嘘。任務を遂行するのだ。でもねえお願い、 UFO はどこ。話が違うぜ。ああ